こんにちは、サラリーマン YouTuber のコーナーなんですけども、今回ねお便りいただいたのはサラリーマンさんじゃないんですよ。実はね、生活保護をもう3年目かな受けられていて、それから私のね動画をここ半年前ぐらいから見始めた方で、ものすごくね勉強になるんで、空いてる時間でいつも動画の方見させてもらってますってことで、まあメールをいただいたりもしていたんですね。でその方が私に対して最初に言ってきたのは、とにかくね助けてもらいたいと、お金が足りないから、その国からね、出てくるお金っていうのはどういうふうにもらえばいいんですかって手続きをいろいろと聞いてきたんですよね。で残念ながら生活保護を受けてらっしゃると受け取れないお金もあったりとかして、なかなかうまくいかなかったんですよね。でいろいろと話し込む中で、私はあることに気がついてですね、でアドバイスをすることにしたんですよ。まあその方が仮にですね A さんとさせてもらいます。これ女性の方で40代の半ばぐらいの方なんですよ。それでお子さんが1人いらっしゃるんですよね。でお子さんの状況はちょっとよくわからないんですけども、まあ、働きには行ってないそうなんですよ。まだ学生さんなのかもしれませんけどもね、ちょっと1人いるけども、息子が1人いるけども、ずっと家にいるんですみたいなことぐらいまでしか言えなかったんで、こちらから聞けなかったんでね、そういうふうな家庭環境でございます。まあ母子家庭の方で生活保護を受けてらっしゃる方ですよね。で何に気づいたかというと、 A さんいつもね人に対して何かしてくれませんかとか、何かをくださいとか、誰かが何かを自分に対して振り向けてくれればな、愛情を持ってくれればなとかいろいろ言われるんだけど、非常に言いにくいんだけども、 A さんね、誰かにこれをしてあげようって思ったことは最近ありますかって聞いたんですよ。まあいきなり聞いたわけじゃなくて、いろいろ雰囲気作りながら、この質問ができるような形にして聞いたんですからね、これね、誤解されないでください。まあそれでですね、その方は、そういえば私は誰かに何かをしたことがそういえばなかったかもしれないと、いつも私と息子のために世の中はしてくれない、誰もしてくれない、政府はしてくれない、国はしてくれない、周りの人は冷たいっていうふうに思っていた。で久保さんとやり取りする中で、なんで久保さんはそんなにいろんな人にたくさんのね、ことをしてあげるんだろうっていうふうに興味を持ったんで、メールしてみたんですっていう話になってですね、そこで私は一つの課題を出すことにしたんですよ。いきなり生活保護の状態で困ってるあなたを私がねここから助けることはできません。でしかも私はね、自分の家庭を守ることが精一杯で最優先ですから、違う家庭の面倒とか違う家庭を養うところまではとてもできないんですよと。ただですね、何々さん、 A さんは A さんでお子さんを守るために自分で多分できることがありますよと。でそう言うと A さんはですね、自分に何かができるなんてそういえばしばらく考えたことなかった、私は何ができるんでしょうかっていうふうに聞いてきたんで、それはメールのやり取りしかしたことがない私には分かりませんけども、草むしりってできますって聞いたんですよ。草むしりね、草むしりはできますよ久保さんって言ったんですよ。分かりました、じゃあですね、お隣の方でもいいですし近所の方でもいいんで、草むしりをタダでさせてもらってくださいっていうふうに言ったんですよね。そしたらその方は最初できないって言ってました。え、草むしりできるでしょって聞いたら、いやでも周りの人と付き合いが何にもないんですって、いきなり行って草むしりさせてくださいってちょっと気持ち悪くないですかって言ったんで、まあ、まず一つね、周りの人との関係ができてないってことに今気づきましたよねと。でも隣の方も多分ね、お隣の A さんとの関係ができてないことをもしかしたら寂しいと思ってるかもしれないですよと、ぜひこちらからご縁を作りに行ってみてくださいっていうふうに話してみたんですよね。まあ、そうするとね、その方は確かに向こうからご縁が来ることを私は望んでいましたけども、違うんだなって、自分で縁を作りに行くってこともあるんだなってことを思い出しましたって言ったんですよ。そうなんですよね、だって今回のこのメールのやり取りも A さんと私のメールのやり取りも A さんが自分の意思で私にメールを出したっていうところが、まさに自分から縁を作りに行ったっていうのがポイントなんですよ。まあ、ですんでね、そのようにお話して、じゃあお隣の方でもいいんで、どなたかね近所の方とまずはお茶を飲むってことを目標にしてやってみてくださいっていうふうにお話したんですよ。そしたら結構あっけなくね、それができたそうなんですよ。久保さんと後日ね、誰々さんのところに行ってみたんですって、その方は一人暮らしのおばあちゃんで、よくね近所にいるのは意識していたんですけども、声一つかけたことがなかったんですと。それでこんにちはって言ってみて、ちょっと私今日一人で寂しいなと思ってたんで、お茶でも飲みませんかと、どこどこに住んでる何々ですっていうふうにお話したら、あ、近所の方ねって、見たことあるわよっていうふうな感じでね、招き入れてくれたそうなんですよ。まあ結構ね、だからね、まあこういう世の中なんで警戒する人もいますけども、歓迎してくれる人もいるんですよね。うん、だからやっぱりこう人を信頼する方っていうのはやっぱり残ってるわけなんですよ。
まあ、そういう形で、まあ、お茶を飲むことに成功したんですっていうふうに私に言ってくださったんで、じゃあお茶を飲みながらね、今度は庭の草むしりをね今やってるんだけども、その辺で草むしりをさせてもらったらどうですかっていうふうに、お話ししました。でそのやり方とどういうふうに草むしりに持っていくかっていう手順もちょっとね、メールで細かく書いて、それで私動画でね説明しながらちょっとお渡ししたんですよ。そしたらそれをやったみたいなんですよ。ここから何が生まれたかというとですね、実はですね、草むしりは草むしりでやってもらったんですよね。そしたらおばあちゃんはちょっと腰が悪くって、もうね長い間庭の草むしりとか考えた方がなかったと。それでこの度ね草むしりをしてもらって本当にね嬉しいと。で近所に仲良しができて、若い方ね、まあ、40代の女性と A さんっていうのは、まあ、70代後半とかぐらいだったと思うんですよ。まあですんでちょっとね若い方の知り合いができて本当に心強いわっていうふうに喜ばれていたんですよね。ここまでずっと私のシナリオ通りにやっぱりそうなるだろうなと思ってたんですよ。そして草むしりをした後なんです実は。草むしりは当然お金をください、仕事としてやらせてくださいっていうことは全くなかったんですよ。話の流れの中でですね、草むしりをして終わってお疲れ様で、その日はねまたお茶飲みましょうねになったわけですよ。その後です。この前は草むしりねやってくださってありがとう、これ少ないけどって形で1万円を包んできてくれたそうです。でここで何がわかるかっていうと、人には偏方性って言ってですね、何かをしてもらったら恩返しをしたいって気持ちが必ずあるんですよ。もちろん言葉だけの恩返しっていうのがありますんで、そうなった場合別に人を恨んではいけません。どんな恩返しが来るか期待するもんではないですから、まずは一方的に自分のできることを誰かにしてあげようという気持ちが大事なんですよ。で A さんの気持ちは大きく変わりました。何が変わったかというと、誰かが私にしてくれないかなっていう期待からですね、自分のできることを誰か受け取ってくれないかしらっていうふうな貢献に変わったんですよ。でその貢献した結果、偏方性の原理が働いて、これからもよろしくねということで、お礼をね茶封筒に入れて、いただけたという話なんですよね。もちろんその1万円を当てにして毎日草むしりに行くってことはまあないと思いますけども、こういうふうな感じでですね、自分にできることをしただけでその周りの世界が変わるってこともあるんですよね。で、これをすれば必ずこうなるよってことではありませんけども、私もね訪問販売の営業をしていく中でこういうことは何回も経験したんですよ。とりあえず私の仕事を見た後で、それこそね警察に突き出すなり、まあ、お金はねいくら500円払うなり1万円払うなり、それはご自由ですと。ただ作業をさせてもらってよろしいですかって形でね最後お願いしたこともあるんですよ。まあ通常は私訪問営業行くとすぐに取れて2万5000円のギャラがもらえたみたいな感じでね、大体5年間ぐらいやってみたんですけども、まあでもその時はねたまたまそういうふうなちょっとね向こうも意地悪な方に出会っちゃったのかな。もう私の作業を見て怪しければ警察に突き出すなり、まあ作業がね1000円に満たなかったら500円、500円に満たなかったらもうねタダだみたいなことでいいですから、まず見てくださいって感じで 2時間ぐらい作業させてもらって、いただいた金額はやっぱり2万5000円ぐらいだったんですよね。だからやっぱりね、ほとんどの方は何かをしてもらったら嬉しいなと思って、その嬉しいっていう喜びと感謝を何かの形、おまんじゅうとかお茶とか現金とかに変えてくださるんだろうなと思うんですよ。まあですんで時間がなければね、また事情は変わってきますけども、もしねお時間があって、できることがもし草取りでもね窓拭きでもいいんで何かあったらね、やってみるっていうのはいかがかなと思うんですよ。誰かのために何かお返しを期待せずに何かをやってみるってことをやってみると、案外ね世の中っていうのは、近所っていうのは温かいもんだなってことに私は気づくような気がするんですよ。まあねやるだけやらされて何もないっていうことにがっくりくることもあると思いますけども、それは何かをやったら必ずお返しがあるっていうふうに期待度が高いからなんですよね。何かをさせてもらうってことがすでに自分へのプレゼントになっているっていう、よくね言いますけども、歌い手さん、歌を歌う人って聞いてもらう人がいるから存在価値があるんだって言って、お客さんが一人でもいる限りギャラとか距離とか関係なくやるんだって方がいますけどもね、まあ、プロ意識というかプロ根性というか、まあ、そんな感じでね、今回のエピソードが何につながっていくのか分かりませんけども、一つね嬉しい報告として、今回動画にさせてもらおうかなと思ったんですよ。私のこの動画を見て、私にねちょっとメールをくださった生活保護の方が、誰も何もしてくれないっていう気持ちから、誰かに何かをしてあげよう、やらせてもらえないかなっていう気持ちに切り替わったことで、まあ、1万円を手にしたっていう例なんですけどね、まあ、この1万円を強調したわけじゃないんですよ、でも最近誰かのために何かをしただろうか、見ず知らずの人にどんな親切なことをしただろうかっていうことを考えてみると、案外私もそうなんですけども、なんかねそういえば仕事でお客さんのために何かをしたことはあったけども、あくまで仕事でありギャラありきだよなと、だから何の見返りもなく
誰かのためにやらしてもらう、何かをやらしてもらうってことが果たして最近あっただろうかってことを考えたら、助け合いとは言いますけども、向こうが来てくれないとこっちも動かないみたいなことになってないかなと思ってですね、だから私もちょっとね勉強になったかなっていうところなんですよ。ということでね、サラリーマン YouTuber J のコーナーでちょっとイレギュラーでお送りしました。サラリーマンさんからのメッセージじゃなかったんですけども、このコーナーでね、こういうふうなことが紹介できればなと、曲がりなりにもです、ね、曲がってはいないんですけども、その A さんがですね1万円を草取りで稼いだって事実は事実で残りましたんでね、草取りで1万円なんてのはねなかなかないと思いますけども、でも、草を取ってもらったその、おばあちゃんと言いますかね、70代ぐらいの奥さんにしてみたらいろんな意味で感動だったんでしょうね。どうしてもお金を払いたくてしょうがなくなったんでしょうね、きっと。そして今日もね多分2人でお茶を飲んでるような気がします。もう帰ってるかな、夕方だから、ね、寒いんでね、ぜひ窓を閉めてお茶飲んでくださいね。ということで A さん、またこれからもメールいただければ幸いでございます。では行ってらっしゃい。